コアシ島から引き上げる日本人コアシ島在留日本人内送還は連合国のポツダム宣言に付随した協議により中国国民政府とアメリカの責任において行われたコアシ島からの日本人難民の送還事業アメリカ軍はブリーガー作戦の一環として行った中国ではコアシ島日経大使会が絵師と言われる満州国崩壊後の中国大陸には 大勢の日本人居留民が取り残された。日本敗戦後の満州では、国民軍や八祖寺軍兵士、特に新中ソ連軍兵士、満漢人などのボートによる集奪、強姦殺戮などに至るケースが相次いだ。例えば、田舎の満蒙開宅移民が、より安全な都会へ逃避する途中、暴民らに追いはぎや暴行を受け、抵抗した者は、 死死と頭に釘を打たれた末に貼り付けにされる虐待を受けたりした。命からがら都会に着く頃には、逃避団構成員も半分以下に減り、ガキ状態の男女とも全員が丸々すっぱだかになっていたり、こうした全裸の行進も珍しくなかった。また八祖寺軍が支配する地域では、軍旗が厳しかったため、暴行や略奪はなかったと伝聞な内し、懸念されているが、 内戦状態だったため、国境幹部とも日本人医師や看護婦を欲しがった。紙幣では17、18歳の女性から、軽傷儀や人妻までを強制的に病院などの看護婦に徴用。鉄令では15、16歳の少女など、女狩りをして、本人の意思を無視して、トラックに積み込み戦場に徴用。その後の行方は知れていない。 在満邦人が困窮を極める状況の中、中国大陸でソ連の指示を受けて、現地で工作活動をしていた野坂33が日本に帰国して講演した際、在満邦人が中国共産党軍やソ連軍により安寧無事に保護されているとラジオを通して検伝。それをトーク満州、安山で聞いていた残留日本人3名らが直接満州の状況を伝えに、 日本に帰国することを決意した。旧知の中国人やカトリック教会、半島ホテルの支配人であった、朝鮮人などの助けを受け、ソ連兵や朝鮮保安隊の監視の網をかいくぐり、天津経由で命からがら密かに脱出した。東京で、吉田茂首相はじめ日本政府要人に面会したが、現在の日本は主権を喪失しており、どうすることもできないと言われショックを受ける。 思い余って、ダグラス・マッカーサー GHQ 司令官に面会し、その計らいにより、新保、丸山、武蔵ら3人と GHQ 担当室員らとの打ち合わせ作業から引き上げが始まった。1946年10月5日、大陸道胞救援連合会が結成され、会長に、下條康マロ、最高顧問に、香川とヨヒコ、上原悦次郎ら、 上務理事にシン・ホと丸山らがそれぞれ就任、連合軍による厳しい検閲の中、救援運動も全国的に知られていくこととなった。満州を南下するソ連軍に対して、アメリカ軍と中国国民党軍は、ブリーガー作戦を行い南下を阻止していた。連合国側では、中国国民党、中国共産党、アメリカ合衆国の三者による協議の結果、 中国東北部の在留日本人を中国国民党が支配していた遼寧省の近州の南西にある小足島から送還することを1946年1月までに決定した。小足島からの引き上げは1946年5月7日から開始され、同年末までに101万7549人、1948年までに 総計105万1047人の在留日本人が日本へ送還された。引き上げ船は、小足島と日本を往復したわけではなく、アメリカ軍は次のような三角輸送の一環として行っている。中には、ソマン国境から2000キロも逃げてきた人もいた。日本人難民が主戦場を通過し終わるまで、国民党軍と共産党軍の戦いが一時中断するなど、 小足島においては、虐待に至るケースまでなくほぼ正当に扱われたと、原文内し検伝されているが、帰国支援のため満州に戻った日本人は、スパイ容疑で拷問を受けるなどの目にあっている。帰国を許された人は、たどり着いた順に検閲を受けて乗船し、日本の博多港などに向かった。中には帰国できずに死亡した人もいて、残留孤児の問題も現れ、24万人が、 死亡した。亡くなった人々は、郊外の海沿いにある、宇ばら山といわれる山に、日本の方角に合わせて埋葬された。満州国皇帝の弟、愛深架倉不決の妻である、佐賀博と次女の愛深架倉生は、逃亡生活の末、1946年9月に、小足島につき、日本への引き上げ船に乗船予定であったが、乗船目前に、国民党軍に身柄を拘束され、 北京を経由して、上海に連行された。小足島港の三橋跡には、105万日本恐怖使い、返しの地の記念碑が立っている。小介石が日本人の引き上げに協力的だったことは、日本側の印象に残り、後の白断設立につながった。この件に関する講演、書籍は、終戦直後様々に出ていたが、21世紀になって、NHK 総合テレビで、 どこにもない国の2018年3月24日、前編、3月31日後編が21時より放映された。ありがとうございます。